マリオシリーズ、マリオパーティシリーズ、マリオパーティ2、マリオパーティ2は、ニンテンドー発売のコンピュータゲーム。マリオパーティシリーズの2作目にあたる。略称は、マリパに。開発は、前作同様ハドソンと、CA プロダクションが担当。BGM は、前作を手掛けた、三田康則が大部分を、ハドソンのサウンドスタッフである、山本博直、を、バンドを招平。 沢口和彦が一部を担当。CM にはビビアンスーが出演した。自分たちの作った遊園地にマリオランドと名付けようとすると、ワリオが名前をワリオランドにすべきだと言い出した。すると、他のみんなも自分の名前を付けるべきだと言い始め、争いになってしまう。そんな中、クッパが現れて遊園地を襲う。それを見たのこの子が、 マリオたちに事態を知らせるも無視される。そこで、キノピオが、クッパを倒したスーパースターの人の名前を遊園地の名前にしたらどうかという提案をすると、みんなは賛成し、クッパを倒しに遊園地に向かった。遊園地の名前をめぐって6つのテーマランドを舞台に競うことになったマリオたち。果たしてクッパを倒し、遊園地の名前になるスーパースターは誰だろうか基本的には、 前作とほぼ同様のシステムだが、数々の新要素が追加され、ボードゲームでは、ルールも一部変更された。ボードゲームでは、テーマランドごとに、キャラクターが専用の衣装に着替えて、プレイをする。また、今作からは新しく、アイテムを使用するシステムが追加された。前作では、ボードゲームを一周することで、ガイドののこの子から、周回ボーナスとして10にいることができたが、 今作以降の、のこのこのシステムは撤廃され、のこのこバンクとして、のこのこバンクマスを通過するとコインを貯金として減らされるものになった。ミニゲームでは、新たに、バトルミニゲーム、ケットウ、ミニゲーム、アイテムミニゲームが追加された。今作のボードゲームなどで集めたコインは、キノキオが販売するミニゲームを購入する際に使用する。また、ボードゲーム内で集めたスターは、 ゲーム終了後に、スター1枚につき、コイン50枚と交換されるようになった。前作と違い、コムプレイヤーが集めたコインも手に入る。ミニゲームランドでは、前作に収録されていた一人用のミニゲームアイランドをリニューアルしたミニゲームコースターが用意された。前作のミニゲームアイランドと同様に、ミニゲームを一つずつクリアしていくルールだが、今回は後戻りができなくなった。また、 はじめに、簡単コース、普通コース、難しいコースから難易度を選べるようになった。前作と同じ6名を使用できる。今作は、インフォメーションセンターからプレイするゲームモードを選択する。インフォメーションセンターでプレイしたいテーマランドを選ぶと、1から4人でボードゲームをプレイすることができる。はじめにプレイするテーマランドを選び、ワープド館内で参加人数。 使用キャラ、コムプレイヤーの強さ、ターン数、ボーナスのあり、なしを設定し、最後にターンの順番を決めるとゲームが始まる。設定したターン数が終了した時点で最も多くのスターを持っていたプレイヤーがスーパースターとなる。各テーマランドでは移動終了後、止まったマスによってイベントが発生する。マスは次の8種類。以下は、 その施設やキャラクターの前を通過する際に発生するイベントである。マスではないので通過しても残りの移動するマス数はカウントされない。ここでは各テーマランドで共通して登場する主なものを記述する。今作からボードゲーム中にアイテムを使用できるようになった。アイテムはマップ上のアイテムショップで購入するかアイテムミニゲームで手に入れることができる。アイテムを すでに所持している、あるいはラストターンの場合は手に入れられないが、口実するクッパのショップでは入手できる。アイテムを持っていれば、自分の番でサイコロブロックを叩く前に使うことができる。アイテムショップは通常は、のこのこのショップ1件のみだが、クッパランドのみのこのこのショップとクッパのショップの2つが設置されている。クッパのショップは、 下記の通りのこの子のショップよりも価格が高い上、何を売ってくれるかはランダム。さらに通過すると、アイテムを持っていないと問答無用で押し売りされてしまう。ただし、コインが足りない場合やコインを持っていない場合でも、足りない分は負けとくよ。持ってけ、泥棒と威性よくアイテムを売ってくれる。以下は、今作で使用できるアイテムの一覧である。括弧内の数字は、アイテムショップでの値段である。 残り5ターンになると、キノピオが途中経過を発表し、緑のこの子、赤のこの子、バッタンのいずれかが登場して、優勝候補のプレイヤーを1人選ぶ。選ばれたプレイヤーは10コインもらえる。優勝候補は通常、それまでのミニゲームにおけるコイン獲得数再開のプレイヤーが選ばれるが、バッタンが登場した場合はマリオしか選ばれない。さらに、以下のルールが追加される。 ボーナスありの設定を選んでいると、ゲーム終了時に3つのボーナススターの受賞者が発表され、条件を満たしているプレイヤーにスターが1つプレゼントされる。ボーナスの内容は以下の通り。次の6つのボードマップがあるが、クッパランドをプレイするには条件が必要である。3つの島で構成されたテーマランド。プレイヤーたちの服装は海賊の衣装になる。優勝者は、 キャプテンクッパとなって暴れているクッパを倒して財宝を手に入れスーパースターとなる西部の街が舞台のテーマランドプレイヤーたちはガンマンの格好になる優勝者はならずモノクッパとなって銀行強盗をしているクッパを倒して街の平和を守りスーパースターとなる宇宙基地のテーマランドプレイヤーたちの服装は宇宙服の衣装になる優勝者は クッパ皇帝となって、宇宙征服を目論むクッパを倒して、宇宙の平和を守り、スーパースターとなる。マリオパーティースーパースターズにも収録されている。5つの遺跡が、舞台のテーマランド。プレイヤーたちの服装は探検家の格好になる。優勝者は、旅人にクイズを出すという、スフィンクスクッパとなってボム兵を人質として捉え、石像にしているクッパを倒し、スーパースターとなる。 森が舞台のテーマランド。プレイヤーたちの衣装は魔法使いの格好になる。優勝者は魔法使いクッパとなったクッパと魔法で戦って倒し、森の平和を守り、スーパースターとなる。このような昼夜が変化するシステムが後に、マリオパーティー6にも登場する。マリオパーティスーパースターズにも収録。同作では、親方テレサがキングテレサに差し替えられている。 上記の5つのテーマランドをすべて遊ぶと、インフォメーションセンターにてあるイベントが発生し、遊べるようになる、クッパが作った、テーマランド。このテーマランドのみ、プレイヤーは、普段の格好でプレイする。また、このテーマランドのみ、キノピオでなく、ミニクッパがガイドを務める。優勝者は、強さを増して、アイアンクッパとなったクッパと戦うが、勝てない。そこで、仲間のスターも借りて、 パワーアップし、クッパを倒すことに成功し、真のスーパースターとなる。なお、前作の永遠のスターと同様、ミニクッパがガイドを務めている間は、このテーマランドをクリアしてエンディングを見ない限り他のテーマランドをプレイすることができなくなる。ボードゲームではターン終了時にミニゲームが発生する。発生するミニゲームのジャンルは各プレイヤーが止まった。 マスの色によって決定され、ミニゲームで勝利したプレイヤーは10コイン得られる。ただし、ボーナスミニゲームの場合は、勝ち負けはなく、ミニゲーム中に集めたコインをそのまま得られる。今作はコインをかけて戦う二人用のケットミニゲームや、全員からコインを集めて、ミニゲームの勝敗結果に応じて集められたコインが分配される4人用のバトルミニゲームが追加された。また、 今作の一人用のミニゲームは、アイテムマスに止まった際のアイテムミニゲームと一部のミニゲームのみとなった。ミニゲームは新作のほか、前作で好評だった一部のものも改良を施して収録されている。今作からミニゲームの説明画面で大まかなミニゲームの感覚を掴む目的でそのミニゲームの練習ができる練習モードが追加された。 このような初心者に対しての考慮が施されるなど、一部のシステムが改善されている。さらに今作からは、4人用 1VS3、2VS2 のミニゲームで勝利した、プレイヤーチームには10コインが与えられるというルールに変更され、前作のようにミニゲームで負けると、コインを失う奪われるルールは廃止された。ミニゲームは次の6ジャンルに分けられ、全部で65種類ある。 カッコ内はミニゲームコースターのコース番号を示す。以下ではミニゲームランドのミニゲームパークで表示されるリストの順に記述する。なお、一部のミニゲームにおいては最高記録が保存されるものがあり、それについては任天堂公式記録を記述する。マリオパーティ100ミニゲームコレクション収録ミニゲームは、マリオパーティスーパースターズ収録ミニゲームはを表記。 4人で競うミニゲーム。ボードゲームで全員が同じ色のマスに止まると発生し、ミニゲームで勝利したプレイヤーは10コイン得られる。全部で21種類ある。1人側と3人側に分かれて競うミニゲーム。3人が同じ色のマスで、1人だけ違う色のマスに止まった時に発生する。3人側が勝った場合は3人が、それぞれ10コインずつ得られる。 ミニゲームコースターのコース表記では、突起のない場合一人側である。二人一組に分かれて競うミニゲーム。赤と青色のマスに、それぞれ二人ずつ止まると発生し、勝ったチームのプレイヤーが10コインずつ得られる。ミニゲームコースターのコース表記では、操作や担当がチーム内で分かれる場合、突起のないものはランダムで決まる。バトルマスに誰かが止まると発生する、4人で競う。 ミニゲーム。プレイヤー全員から一定数のコインを集め、ミニゲームで1位になったプレイヤーに集まったコインの70%、2位のプレイヤーに30%が分配される。この時余ったコインは誰かにランダムでプレゼントされる。今作から5までは3位への配当がないため、4位の方が得をすることもある。徴収されるコインの枚数は、 10.2030.50コインのいずれかでコインが足りない場合は全額徴収される。全部で8種類ある。なお、バトルミニゲームはミニゲームコースターを難易度難しいでクリアすると気の急から買えるようになる。アイテムマスに止まると発生する一人用のミニゲーム。成功すればアイテムを手に入れられるが何ももらえないミニクッパのダミーがある。ミニゲームは テーマランドごとに決まっている。全部で6種類ある。なお、アイテムミニゲームは、ミニゲームコースターを何度、普通でクリアすると、気の急から変えるようになる。ボードゲームで、残り5ターン以下の時に2人以上が同じマスに止まるか、アイテム、ケット、腕袋を使うと発生する2人用のミニゲーム。前者の場合、同じマスに止まっている相手と決闘となるが、 後者は戦う相手を自由に選ぶことができる。後からマスに泊まった人、あるいはケット、腕袋を使った人が決めた数のコインを、二人がそれぞれかけ、ミニゲームで買った人がコインをもらうことができる。プレイするミニゲームは、テーマランドごとに決まっている。なお、ケットウミニゲームは、ミニゲームパークではプレイすることができないが、ミニゲームスタジアムのデュエルモードでプレイすることができる。 全部で6種類ある。一定のミニゲームを購入すると、ミニゲームランドの真ん中下に出現する一人用のアトラクション。プレイヤーとパートナーでコースターを進み、ワールドごとに決められたコースのミニゲームをクリア条件に従ってクリアし、全球ワールドをクリアしてゴールを目指す。前作、マリオパーティのミニゲームアイランドと違う点は、ゲームの初めに難易度が選べることと、 後戻りができないことである。クリアしていないマスワーを、クリアしたマスは黄色で表示される。パートナーは 2VS 2ミニゲームと 1VS3 ミニゲームの、回して、ローラーと、暗闇ハンガーと、教えて、ステップのみ参加する。各ワールドの初めに、セーブマスが設置されている。セーブマスでは、ゲームのセーブができ、ミニゲームランドへ戻ることもできる。 ゲームオーバーになった時は最後にセーブしたセーブマスからやり直しとなる。また、ゲームの途中で中断することもでき、その場合は中断セーブができる。なお、次回始めるときに中断セーブのデータは消去される。ミニゲームをクリアするごとにボーナスとしてコインがもらえるがミスをすると画面の左上に表示されたプレイヤーの残り人数が一人減り、残り人数が 例の時にミスするとゲームオーバーとなる。コインの枚数は画面の右上に表示され100コインを集めると残り人数が1人増える。またミスせずにミニゲームを連続クリアするとミニゲームを連続クリアした回数分に応じてもらえるコインが倍増する。ただし一度ミスすると今までの連続クリアした回数がリセットされる。ゲームオーバーになると最後にセーブしたセーブマス やり直しとなり、残り人数は3、コイン枚数は0にリセットされる。難易度は、簡単がワールド3まで、普通はワールド6まで、難しいはワールド9までとなっている。ワールド9にたどり着くと、ミニクッパが3体登場し、1VS3 のルールで、独感戦車で対決することになる。これに勝利することで完全制覇となる。負けても残り人数は減らないため、 何度でも挑戦が可能。ありがとうございます。